やってきましたね。どうも、インナライスです。前回に引き続き逆転裁判やっていきたいと思います。まあ、前回、前々回、ミツルギがね、犯人に仕立て上げられて、で、そんでついに、頼んできたわけですよ。まあ、その理由もね、ちゃんと巻き込みたくないとか、お前の能力は認めてるけど、本当は入ってほしくなかったと。まあでももう、DL65 事件。三剣のお父さんが殺された事件ね。に関わってしまって以上はもう、分かったじゃんお前に依頼するということで。三剣のための弁護を、やります。やっていきましょう。次の日か。12月26日午前9時44分、地方裁判所被告人第二控室。お、おる。カルマ？ああ、名前か。カルマ・ゴー・ケンジ。やば。名前すご。なんかあれだね、暗殺教室のカルマくんみたいな名前だね。あ、そっかそっか、相手の検事当たり前だけど密輸じゃないのか。カルマ・ゴーさんね。この40年間まだ一度も負けたことがない。すげえ、まさに奇跡を生きる男だ。一度も。彼は有罪判決のためならばそれこそ何でもする。なんかお前みたいだな、密輸。確かに。ふっ、わかっていない。彼はまさに何でもする恐ろしい人なんだ。証拠をでっち上げるの男は何を言ってるんだよ。確かにね。私は彼の元で検事というものを徹底的に叩き込まれた。はあ、師匠ということか。なんだって？私の10倍たちの悪い男。ん？お前はもう自分がたち悪いってことは自覚があったんだな。と考えてもらいたい。じゃあ、三剣さんのお師匠さんなんですか、その人。まあ、そんなものだな。ひどい人だね。可愛い弟子を有罪にしようなんて。あ、それとも、わざと手抜いて、三剣さんを無罪にしないんだろうな。言ったはずだ。彼はこの40年間、負けたことがない。そして、私の20倍、たちが悪いのだ。最悪だ。確かに私にとっては彼は神のような存在だ。僕にとっての千尋さんみたいなもんか。あー、対比ができてるね。千尋さんといえば、あのさ、何？こんな時こそ千尋さんの力を借りたいと思うんだけど。え、ん？ダメなの。頑張ってみたんだけどお姉ちゃんに届かないの。いや、今回の事件こそ関わってほしかったけどね、逆に。でもそっか、今回じゃあもうなるほどの力でやれってことか。届かない？最近修行の方もお休みしてるから、霊力がまた弱くなっちゃったみたい。困ったな、この肝心な時に。いいだろ、別に。まあ、よくはないけど、別に迷いちゃんもね、エールをしっかり送ってくれてるし。なんか英語で言うところの moral support、 チアリーダー的なね。ちゃんと応援届いてるぞ。ごめんね、なんとか頑張ってみるから。頼むよ。なるほど、もうなんかちょっと冷たいよね。何をこそこそやっている。いや、なんでもない。そろそろ時間だな、行こうか。やるぜ。12月26日午前10時、地方裁判所第3法廷か。そう。これが、あれか、俺が三剣のお父さんかもしんないって言ってたやつかな、もしかして。服をなしたのってそういうことかな。これより三剣霊樹の裁判を、法廷を改定します。弁護側準備完了しています。おお、こいつだ。同じ格好してる。師匠譲りだったっけか。
何も言わない。あのカルマケンジ、準備の方は？え、寝てる？寝てないか。愚か者ね。あー、ちょっとなんか悔やんでる感じはあるね。本心では有罪にしたくはないんだろうけど。準備もなくこの我が輩がここに立つわけがなかろう。は、はい、すみません。よえ。あ、ではボート弁論をお願いします。決定的な証拠、決定的な証人、他に何か必要なものは？あ、いえ、それで十分だと思います。では早速証人を呼んでいただきましょう。なんか格が違うよ、あの人。確かに裁判官ですら完全に負けてるな。やだな、あんなのとやりやがるのかよ。調査に当たった糸のこぎり刑事を。あ、ちゃんと糸のこぎりって呼んでるわ。来た。まず事件の説明をしたまえ。はっ。糸のこさん緊張してるみたいだな。ではその上面図を見ていただくっす。あ、こんな感じなんだね。事件はクリスマスイブの深夜0時頃に起こったっす。湖の中央にボートが一つ。ボートの上には男が二つ。てかそっか、これボート借りてるとこさ、もう全然考えてなかったけど、そういえば絶対見てるはずだよね。犯人も貢も貸し出してんだから。それこそ被害者もか。なんだっけ、生倉弁護士ね。ボートの上には男が2人。午前0時10分頃、ここでキャンプをしていた女性が、2発 ?1 発じゃなくて？え？一発撃たれて死んでたよね。ムービーでもそうだったし。あー、もうこれ以上書いてないわ。ボートは貸しボート小屋の方へ逃げていったっす。うむ。証拠品上面図を法廷記録にファイルした。では逮捕した時の状況を証言したまえ。ちょっと待って。ああ、いや、ちょっと一瞬さ疑ったのよ。この生倉弁護士を殺したのってさ、まあ、さっき、前回見つり聞いてたけど、もしまだ生きてるのであれば50代ぐらい、50歳ぐらいだろうって。で、一瞬もしやと思ったけど、この人65だから、さすがに違うか。もしかしたらね、この人が担当した検事だったかもしんないしね、あの DL65 事件。さすがにでもちょっと雰囲気あるな。一筋縄でいかなそうだ。はい。あ、ちょっと、カルマ検事。何かね。一応、この法廷は私が進行役ですので。あ、このチッチッチも秘書譲りだったのか。貴様のすべきことは一つ。その傷口を叩いて有罪と言えばよい。はあ、了解しました。了解するなよ。来たね、証言タイム。まあでも、糸の子刑事もね、あの、三剣を有罪にしたいわけでもないからさ、ちょっと結構この辺は簡単にボロ出してくれると信じたいけど。あれは0時30分過ぎだったっす。署に男から通報が入ったっす。我々はパタコアで現場に急行したっす。そこで我々は三剣刑事と会ったっす。まさか三剣刑事が怪しいとは思わなかったっす。しかし、翌朝、湖から男の死体が見つかって、結局、三剣検事を逮捕することになったっす。え、そんだけ？全然怪しい点なかったけど。尋問してくれたまえ、弁護士。もう裁判官、もうちょっと頑張れよ。何も言えなかったし。いや、ここで？あ、しかもゲージも出てるし。
0時30分過ぎ。まあ、とりあえず全部聞くか。男から通報が入ったんですか？そうっす。しかしさっきあなたはこう言った。キャンプをしていた女性が2発の銃声を聞いたと。お、低めの意義ありだ。ちっちっちやめろ。え、こいつもさ、ミスリキと同じグヌグヌしてくれんのかな？だとしたら楽しみだぞ。その女性と通報した男は別人だ。どういうことですか？目撃者は2人いたのだ。確か、そっかそっか。女性が第二の目撃者だったもんね。2人の話はほぼ同じ内容だったのでね。今日はキャンプをしていた女性の方に来てもらったのだ。キャンプをしていた女性って夏美さんのことだよな。刑事、それからどうなった？ちょっと数が怖いから、明らかに怪しくないのはちょっと除外しとくわ。こう聞こう。その時ミズルギ検事はどんな様子でしたか？そうっすね、自分の見たところ落ち着いていて、とても殺人など意義あり。深い声が。刑事、主観的な意見を言うのはやめたまえ。何で刑事はっている？意味があるのは客観的なデータだけだ。確かに。はっ。あ、糸の子刑事もちょっとなんか蜜璃とはちょけた感じあったけど、この人にはもう完全に従ってるって感じだね。まあ年も年だしな。クソ、いちいち意義の多い検事だな。まさか蜜璃検事が怪しいと思わなかった。しかし翌朝見つかって、結局蜜璃検事を。はいはいはい、じゃあこれ聞こう。死体には何か手がかりがありましたか？死体から弾丸が一発見つかったっす。心臓を撃ち抜いていたっす。それが致命傷っす。裁判長、その弾丸を提出しよう。うまく骨を外れていたので、しっかり原型をとどめている。ほう。ピストルの弾丸のデータをファイルした。22傾向のピストルで撃たれたもの。ピストルか。ミツルキがやったとしてもさ、どこで銃を手に入れたって話だよね。警察が持ってんのわかるけど、ミツルキは検事だから持っちゃダメでしょ。結局ミツルキ検事を逮捕することになったっす。どうしてですか？ボートから凶器が発見されたっす。凶器？ピストルっす。少年、それは重要なことです。証言し直してください。わかったっす。お、ボートから見つかった凶器が決定的な証拠になったっす。これもちょっと聞いとこう。なぜそれが決定的なんですか？もう同じ笑い方だしな。うわー、見つる気そっくりな嫌な笑い。ボートから見つかったピストルには指紋があったっす。確かに銃持ってたもんね。ミツルキ検事の右の指紋がはっきりと。なんですって。ミツルキ言えよ、そんなこと。言わなかったんだ。静粛に。凶器にミツルキ検事の指紋がついていたんですか？は。裁判長、これが問題の凶器だ。受理します。ピストルのデータをファイルした。ミツルギの右手の指紋がついてるか。よろしいか。これで凶器のピストルと弾丸が揃ったわけだ。カキーン。刑事。はっ。死体から発見された弾丸はそのピストルから撃たれたものか。はっ。弾丸の線条痕がそのピストルと一致したっす。これは知ってるぞ。なんか銃一個一個で違うんだよな、この線条痕って。だから銃で撃たれてても
どの銃から撃たれたものかってのは絶対わかると。ふむ。ね、ね、なるほどくん。なに？戦場痕って。そこ普通の人は知らねえか。驚いたな。この場に戦場痕も知らないど素人が言おうとは。まあでも、まよいちゃん17だからちょっと勘弁してやってよ。マジで素人だしね。うわぁ、こっちに睨んでるよ、なるほどくん。ふぅ、いた仕方ない。説明してやろう。あ、でも親切だな。裁判長、やりたまえ、お前がやるんじゃないんかい。え、私が？ああ、おほん。戦場痕っていうのはピストルの指紋みたいなものです。ピストルで撃たれた弾丸には必ず銃身による傷がつきます。その傷を調べれば弾丸がどのピストルから撃たれたかがはっきり特定できるのです。そう。そしてこの被害者の心臓から見つかった弾丸は間違いなくこのピストルから発射されているのだ。この被告人の指紋がべったりついているピストルからな。お前は机を叩かないんだな。そこはミツルルギ流なのか。静粛に。まずいな。これじゃあミツルギを撃ったとしか考えられないぞ。いかがか、裁判長。ほぼ決定的と言っていいでしょう。正直なところ、この時点で判決を下すことも可能です。しかし、目撃証人の証言も気になる。と。了解した。では、我が輩、少し疲れたので、ここで休憩を取ろう。証人を呼ぶのは、それからでよかろう。休憩は10分でいいかな？裁判長。はい？何をしている？ 10 分間休憩だ。いや、それは。早くその薄汚い傷口を鳴らさんか。はい。裁判官も結構いい年いってるように思えるんだけど、年下だったりするのかな。では、ここで10分間の休憩を取ります。いいのか、これで。いやー、今んとこ確かに、蜜引きの上位交換って感じがするね。この強引な感じとか。蜜引きどういうことだよ。凶器のピストルにはお前の指紋がついていたんだぞ。うむ。しかもこの写真を見ればわかる通り、被害者を撃つことができたのはこの写真の男しかいない。確かに。このボートに乗っているのはお前なのか？そうだ。それは、私だ。なんてこった。しかし、信じてくれ。私は撃っていない。まあ、なんだろうけど。じゃあ一体誰が？それが、よくわからない。わからない？目の前で見ていたんだろう。いきなり、至近距離で銃声が聞こえたんだ。そして、あの男はボートから落ちた。なぜかは知らんが。は？あの男は自分で自分を撃ったのではないだろうか。自殺だっていうのか。それしか考えられない。そんなことがあるのか。てかそもそも前提としてさ、なんで蜜璃はあそこで アウチじゃねえや。生倉健治って言っちゃうな。生倉弁護士と会ってたのかな。やっぱりその事件の真相にたどり着いて、でそれで銃をちらかつかせて脅そうとしたのかな。そしたらなんか欲求ありが入って殺されたと。なんかその感じがするよね。ところでまゆちゃん、なに千尋さんは。ごめんなさい、ダメみたい。なるほど、もさ、もうちょっとちゃんとしろ。まあ、わかるよ。3回とも何かしらな形で千尋さんに救ってもらったから、頼りたい気持ちはわかるけど、そこはちょっとちゃんとしようぜ。なるほどくん、やっぱり私は何もできないのかな。お姉ちゃんのいない私なんて意味ないのかな。そんなことはない。そりゃそうだ。これやめるで、これゲームオーバーになるレベルでしょ。こんなん言われたらもう、やめるわ。なるほど、法律事務所。
絶対にそんなこと言えない。まあ、気にはなるけど、そんなことはない。そんなことはないよ。一生懸命助けようとしてくれてるのはわかるから。その気持ちだけでも。無理しなくていいよ、なるほどくん。私、弁護のことなんて何も知らないもんね。霊媒師なのに、ねえも呼び出せないんだもん。誰だって調子が悪い時はあるよ。僕だって今はたまたまうまいことやってるけど、こんなのいつまで続くかわからないんだからさ。本当？なな。なるほど。不吉なことを言うな、心臓に悪い。ははは。まあ、言ったな。まあ、ミツルギとしては気が気じゃないだろうね。なんか、いちゃつくなとかって言うかと思ったけど。オッケーオッケー。では、審理を再開しましょう。カルマ検事、承認をお願いします。うむ。では、大騒ぎの厚みを入廷させてほしい。来たね。大騒ぎの厚み、大学の研究生をしている？はい。早速だが、事件の夜、目撃したことを話してもらおう。余計なことは一切省いてもらいたい。いいな。確かに、なるほど的にはそれまずいよな。証人が余計なこと言ってくれるのを期待した上での弁護だからな。なんやあんたその態度は。いいな。わかったわ。では、証言をお願いします。来たね。あれはクリスマス。関西弁下手くそなのはもうちょっと了承していただきたい。あれはクリスマスイブの夜の0時を過ぎたところやったわ。うち、車の中におったんや。湖の方でパーンって音がしてな。窓から見ると、ボートの上に男が2人立っとったんや。その時、もう1回音がしたんや。なんで2回撃ったの？湖の上には間違いなくそのボートしかなかったわ。あれ？でも、三つ力検事ってこと言わなかったね。それで結構。共謀してるわけではないのか？裁判長、彼女はたまたまこの時の様子を撮影していた。その時の写真だ。受理していただきたい。これは、まさに発砲の瞬間ではありませんか？ざわざわざわ。静かにしなさい。大抵を命じますぞ。証言にあった通り、発砲があった時、湖の上にはこのボートしか存在しなかった。つまり撃ったのは一緒に乗っていた男、すなわち三つ力レイジしかいない。静粛に静まりなさい。いかがか、裁判長。これで決定的ですね。私の迷いも完全になくなりました。ちょっと待って。早い。では、この場で、三つ力レイジに対する判決を。そうだよ。まだちょっと弁護させてくれよ。ちょっと待ってください。僕の尋問がまだです。尋問？尋問も何も証拠写真がある。この写真は全て読物語っている。でも顔写ってないやんけ。無駄だ。それとも貴様は、今の証言に何か矛盾した部分を見つけたのかね？それならば、尋問をやってもらおうじゃないか。しかし、もし当てずっぽうに探りを入れた挙句、何も出なかったら、その時は法廷侮辱罪を適用してもらうぞ。なるほどくん？法廷って、それはわかる、それはわかるよ。法廷って。侮辱罪、意味はわかるだろ？うん、なんとなく。それで、どう？さっきの証言、矛盾した部分あった？怖い。ちょっと前回があるからな。ちょっと慎重に行こう。まあでもあるでしょ、さすがに。一箇所これかなっていう部分が。すごいね、なるほどくん。私気づかなかったよ。じゃあ、あいつの挑戦受けてやろうよ。うん。自信ないんだけどな。わかりました。尋問します。よかろう。
時間の無駄にならないことを祈っていますよ。え、これ間違えたらどうなんだろう。まあでもさすがにゲージ全部一気になくなるってことはないよな。あれはクリスマスイブの夜の0時を過ぎた頃やったわ。うん。うち車の中におったんや。何してたんですかって聞こう。あの場所でキャンプをしていたのはなぜですか。うち大学の研究員やね。研究に使う写真を撮ろうと思ってな。さっきからどうもはっきりしないんだよな。もっと揺さぶるか。夏美さん、研究というのは具体的にはどういう意義あり。いや大事だって。チッチッチ。証人がなぜあのキャンプで、あの場でキャンプをしていたのか、そんなことは事件に何の関係もない。質問は却下する。いやいや決めるのは私です。じゃあさっさと却下したまえ。質問を却下します。いやちょっとダメだこいつは、やばいじゃん。大事なんだって。この人流星群の写真撮ってるわけよ。湖の方でパーンととかしてな。その時は湖を見ていなかったんですか。そうやな、うちが湖を見たのはその音を聞いてから。意義あり。何度も言わせるな。我が輩は矛盾を指摘しろと言ったはずだ。ちまちまと情報採集などしてもらっては困る。くそ。え、もうできないってこと。え、じゃもうさっさと突きつけろってこと。なんかを。え、ピストル、表面図これだよな。うん。自動撮影。揺さぶりはちょっと可能な限りしたいんだけど。パーンと音がして見ると男とか。ふっと、なんでそれが分かるわけ。ここじゃない。だって写真見てもさ、男なんて分かんないじゃん。こんな全然女でもありえるわ。なんで男なんですかって話じゃん。ちょっとまず怖いから。はっきり見たんですか、二人の男。写真見てみ、ちゃんと写っとるやん。どうしよう。え、ここは。ちょっと待ってください。僕は写真のことを聞いたんじゃない。あなたが見たかどうかを聞いているのです。それはもちろん。証人は見たと証言している。それに写真もある。いい加減指摘したまえ、そのお得意の矛盾を。何か隠していることがありそうなんだけど、ちょっと可能な限り聞きたいな。これ、その時は見たんですか、撃った瞬間を。まあそれは。弁護人はどうでもいいことばかりを聞いておる。矛盾を指摘したまえ。さあ、カルマのやつ、僕に証人と話をさせないつもりらしいな。一体なぜ。まあ、ペナルティはなさそうだから、もう限界まで揺さぶってみるか。それは確かですか。ああ、間違いないで。どうやら随分自信があるみたいだな。どうしてそんなに自信があるんですか。それはほんと、湖を隅々まで見たからな。湖を隅々まで見た。まるでボートよりも湖に興味があったな、みたいだな。夏美さん、あなた。くそ、こいつ、弁護士。証人はすでに答えておる。十分な答えをな。これ以上の質問に意味はない。却下。それは私が却下でいいな。はい。参ったな。
そこまで。もう結構です、なるほど君。待って、嘘でしょ。それはないって。いや、しかし。いや、できる。あるんだって。自動撮影だから。ってことなんだよ。約束を守ってもらう。弁護士、これ以上の発言には、法廷侮辱罪を適用します。そうなったら即座に退廷しなければならない。いいのかな？なるほどくん。やっぱり夏美さんの証言は少しおかしいよ。確かになんかすっきりしないよな。でも、発言を封じられたらもうどうすることも。この時点で審理は十分だと考えます。では、被告人に判決を言い渡していただこう。待って、早いって。わかりました。では、三剣玲治、証言台についてください。お、誰だ？今のは、どなたが？あたしです。何？迷いちゃん。しかもこの横顔、素敵じゃない？なんか。迷いちゃん。どうしましたか？トイレなら、そうじゃありません。夏美さん、あなたの証言おかしいです。湖を見ていたのかどうかは、曖昧だし、三力健二さんをはっきり見たかどうかもはっきりしないし、本当のこと話してください。人の命が、かかっているんですよ。うわ、夏美さん、あなたは本当に三力健二をはっきり見たんですか？三力健二がやめなかった。やめなさい。弁護側の発言を認めなさい。答えて、夏美さん。なんや、人を悪者扱いしよって。見たで、うちは、三剣をはっきりと。意義あり。そこまでだ。裁判長、法廷侮辱罪で弁護士を退廷させたまえ。わかりました。約束ですから仕方ありませんね。係員、なるほど隆一の身柄を拘束しなさい。法廷侮辱罪により退廷していただきます。ここまでか。え、これでゲームオーバーじゃないよな、こんな展開してて。待ってください。発言をしたのは、私です。なるほどくんは関係ありません。は、大した違いはあるまい。どっちにしろ残っているのはもう有罪宣告のみだ。そうだな、弁護士。なるほど、隆一。怖いから、いや、ちょっと早いな。これは違うよ。それは違います。なんだと？たった今、大騒ぎ夏美さんはこう言いました。三剣健二をはっきり見たと。これは今までにない証言です。弁護側はこの証言に対して尋問する権利があります。ギリギリ繋いだ。静粛に。そんな勝手な言い分が通るか？裁判長、そんな意見は却下だ。男見せるか、裁判官。そうはいきません、カルマ検事。何？大騒ぎ夏美さんは新しい証言をしました。当然、弁護人は尋問する権利があります。しかし、弁護人は法廷侮辱罪で。侮辱したのは私です。逮捕するなら私だけにしてください。もう、フォローがすごい。ふむ。わかりました。あやさと迷い、あなたには退廷してもらいましょう。なるほどくん。私、こんなことしかできないから。あとは頼んだよ。お願い。迷いちゃん。この思いちょっと無駄にしたくないな。くだらん。わかっているだろうな、弁護士。我が輩の証人に揺さぶりなど許さんぞ。なんとしても、矛盾を突きつけなくてはならないわけか。では、尋問をしていただきましょう。新しい尋問か。なんかちょっと大騒ぎさん拗ねてんな。うち、はっきり見たんや。ボートの男は確かに見つけあった。証言はたったこれだけ。ここに無人を見つけられなかったら、迷いちゃんに合わせる顔がないな。これ、揺さぶっちゃダメっすか？揺さぶっちゃダメですかね。いや、多分わかるんだよ。多分これなんだよ。自動撮影だし、顔、
ろくに映ってないし。いや、ちょっとにさびれ、ちょっと許してもらっていいかな。いいっしょ。いいんじゃない？いいでしょ？やるよ。では、もう一人の男は？あ、先ほどからの約束を何度無視するつもりか。証人の証言に矛盾があると貴様は言ったはずだ。さっさとそれを示したまえ、できるもんならな。あー、くそ。弁護人、ペナルティを受けてもらいましょう。くそ。証言はたったこれだけ。ここに矛盾を見つけられなかったら、迷いちゃんに合わせる顔がないな。オッケーオッケー。まあでも、大抵はさせられなかった。じゃあもうこれでしょうよ。自動撮影だし。喰らい上がれ。この音楽が止まるのは正解したって意味だからな。やっと。やっと捕まえましたよ、夏美さん。いやもう、このゴタゴタになる前から知ってたんだけどね。なんや。この写真を見てください。宇宙が撮った写真？いいですか？写真ははっきり写しています。湖に立ち込める霧をね。どういうことよ？あなたのご自慢の高価なフィルムでも、ボートに乗っている男の顔は全く写っていません。なのになぜ、あなたには蜜力が見えたのですか？あ！いやでも、カルマ検事もさすがにその程度の反論は予測してるんじゃないか？確かにその通りです。だから我が輩をそのことは証言させなかったのだ。え？しかし、証人は今こうして証言をしてしまった。あ、なるほど。だから言う通りに言えって言ったのか。自分がはっきり見たって言わなければ嘘をついてることにならないから、それでうまくいかさったんだ。なるほど。しかし証人はこうして証言をしてしまった。なぜ蜜璃を見ることができたか説明していただきたい。証人。なんや。あなたには被告人が見えたのですか？と当然よ。ではそのことを証言していただきましょう。やったぞ。ついに隙を見つけた。今度こそ。え、これまゆいちゃん出ていく下りってさ、あの場でさっさと将棋、突きつけてた場合どうなったんだろうね。まあ、とりあえず、次の証言聞こう。確かにあの晩は寒くて、ぎょうさん霧が出てん。せやからうち、カメラをセットして、車の中に戻ったわけや。でもな、うち、ちゃんと、双眼鏡を持ってきてたからな。湖で音がしたときは、双眼鏡をつこうと見てたわけや。おや、これなら問題ないやろ？ふむ、双眼鏡を使った。わかりました。では弁護人、尋問を。なんとしても矛盾を見つけなければ。さすがに揺さぶりはいいよね。ちょっとぐらいの。さすがにそんな、妨害しないでしょう。じゃあなぜ蜜璃を設けてできたんですか？まあまあ、待ちいな、今話すわ。せっかちな男はモテへんで。モテませんよ、弁護人。ダメ押しされてしまった。ああ、せやからうちカメラをセットして、車の中に戻ってきたわけや。まあ全部聞こうか。カメラですか？そや。自動シャッターをセットして、うわ。今問題になっているのは蜜璃検事を見たことだ。カメラのことだと関係ない。異議を認めます。なぜカルマは質問に答えさせないんだろう。まだピカピカ鳴ってないから大丈夫だよな。でもな、うちちゃんと双眼鏡を持ってきてたんからな。カルマの邪魔が入ろうと。なんとしても突破口を見つけたるぞ。ああ、オッケーオッケー。じゃあ、行っていいわけだ。揺さぶっていいわけだ。じゃあ、双眼鏡について。双眼鏡ですか？せや、双眼鏡や。昨日の話では確かあなたは流星を撮影していたんですよね。そ、
そうやけど。星を見るなら双眼鏡ではなく望遠鏡じゃないんですか？そもそもあなた、考えてなかったけど確かに言われればそうだわ。なるほど、ナイスだ。そもそもあなたがセットしているカメラは本当に流星を撮影するためのものだったんですか？意義あり。カメラのことなど事件には何の関係もない。そんなことは言い切れない。ふむ、いや一歩も引かないね。なるほど、君、カメラのことはそれほど重要なことなのですか？もし重要なことならば続けて尋問を許しましょう。だが何にも出なかった場合は覚悟してもらおうぞ。弁護人どうしますか？カメラの問題をさらに追及しますか、追及するに決まってんだろ。ここは勝負どころだ、強気に行こう。カメラの問題はとんでもなく重要です。この事件の全てと言ってもいいでしょう。だから証言をしていただきたい。なんて出任せを言ってし、出任せじゃないって。わかりました。証人、カメラについてきちんと証言してください。はいはい。そのカメラは流星を撮影するためにセットしたもの。ちょっとあんまり揺さぶってさっきみたいな展開になるの嫌だから。突きつけるでいいんじゃないか。ちょっとカルマの方からウォーニングが出たしね。うん、湖面に向けて、湖面でいいのか、湖、ちょっとこれも調べとこう。うん、今ググって湖面ってことが分かりましたね。うん、もうこれだろ、さすがに。これでいこう。くらえ。音楽止まったよ。流星を撮影していた、その証言は嘘ですね。なんやて？僕は昨日実際にセットされたカメラを見ました。明らかにカメラは湖面に向けてセットしてありました。流星を撮影するならカメラは空を向いているはずです。いい調子じゃないか。なるほど、君、どういうことですか？証人は流星を撮影していたのではなかった。うん、じゃあ何を撮影していたんですか？ちょっと待って、あ、まあ、これじゃない？これだよな。ちょっと2回出すことになるけど、これだよな。あ、ヨッシーを探してたのか。はあ。で、破裂音ってのはそういうことか。ヒョッシーが上がってきたら、それに反応してカメラがパシャパシャってなる予定だったんだ。いけるだろう。これはいけるだ。消防長、これを見てください。夏美さんが何を撮影していたか。これだろう。夏美さん。あなたが撮影 しようとしていたのはこれです。何ですか？雑誌の記事。ヒョッシー？ああ、最近ひょうたんこで目撃された。夏美さん、どうなんですか？知らんで。何や、証拠でもあるん？うちがそのヒョッシーの写真を撮ろうとした証拠や。いや待って、いや、ペナルティはないはず。ペナルティはないけど、破裂音だからさすがにだろう。あと、ま、単純に湖面に向かってねえあったから、これはもうミスってたからこれじゃないよな。多分これかこれなんだろうけど、いやだってこの写真は明らかにさ、流星群撮るつもりなさすぎでしょ。ワンチャン湖に映ってる流星映すっていうのはワンチャンギリわかるけど、こんな霧が出てたらさすがに苦しいもんな。まあこれか、
これじゃな、ハレソンで行こう。ハレソンで行くか。ちょっとここでもセーブを入れさせていただく。証拠もちろんありますよ。ふむ、それは面白い。では見せていただきましょう。慎重にお願いしますよ。証人がヒョッシーの写真を撮ろうとしていたことを示す証拠品を。これじゃないか。しかもほら、コメンに向けてセットって書いてあるしね。これはさすがにだろう。証拠は夏美さん、あなたのカメラですよ。あなたのカメラは破裂音に反応するようセットされていた。この写真が撮られたのも銃声にカメラが反応してたからです。いや、ちょっと待って、それはさ、わかんだけどさ、これ意味ある？ヒョッシーを撮ろうとしてたのも流星群を撮ろうとしてたのもなんかそこまで違いを感じないんだけど、結局そこにいてね、あの写真を撮ろうとしたってことには変わらないから、このくだりがどういう風に後役に立つんだろう。いい、だってこの子は何でそれを隠そうとしたんだろうか。そしてここにヒョッシーの記事があります。この記事によると、ヒョッシーが現れるときは破裂音がするらしいですね。どうですか？あなたはヒョッシーを撮影しようとしていた。だからカメラの自動シャッターを破裂音にセットしていたんだ。静粛に。なるほど。私も実はおかしいと思っていたんですよ。本当か？本当かよ。どうです、夏美さん。あなたはヒョッシーを撮ろうとキャンプしていたんですね。そうや。お見事やね。さすが弁護士さんや。でも、どころのんの？確かにそこなんだよな。え？うちの見たものに変わりはないで。その通り。長い時間をかけて貴様が証明したことは、この証人が怪獣の撮影を夢見るバカな女ということだ。失礼だな。なんやそれ。しかし、だからどうだというのだ。何も変わらないではないか。そんなことはない。お前たちはヒョッシーのことを隠そうとしていた。隠さなければならないわけがあったからだ。今度はそれを暴いてやるぞ。証人、なぜヒョッシーのことを隠そうとしたのですか。最後に全てを証言してください。これが最後か。わかったわ、証言する。何も変わらんと思うけど。絶対何かが変わっているはずだ。それを見抜く。確かに、パッと見嘘をつく理由が見当たらないし、そもそも今の関係ねえって話はさ、いつでも言えたわけだもんね。カルマ弁護士、カルマ検事は。それを遮らない理由があったんだろうな。動揺してたんだろうな。ちょっと動揺してんじゃない？何も言わなかったし。実はうち大学の研究員ちゃうんや。ほんまな、フリーカメラや、フリーカメラマンやってんねん。ああ、まあ確かに高そうなカメラ持ってるもんな。大学生にしてはとちょっと思ったけど。今話題のヒョッシーをはっきりした写真を撮ればスクープになる思うて、キャンプ貼っとったんや。でも隠してたんはそれだけやで。パーンと音がして見たら、ね、湖にボートが浮かんでたんや。他に見るものもないねんからずっとボート見てるしかないんや。で、男の手元が光ってもう一回音が聞こえたんや。うちはほんまボートをじっと見てたんや。お前で？いや、特に怪しいとこなかったな。ふう、ではなるほどくん。尋問を。待って、証人の証言はさっきと変わっておらぬ。証人が研究員だろうがカメラマンだろうと同じこと。尋問などいらぬ。はあ、頑張れ頑張るの。なるほど、僕はあくまで弁護側の権利を主張します。カルマの言葉には必ず意味がある。尋問させたくないのは今の証言に矛盾が。わかりました、尋問を認めます。そこまで言うなら何か考えがあるのでしょう。あるか、そんなもの。本当にないんだけどね。わかってると思いますが、これは最後の尋問です。問題がなかったら、
証人は退廷してもらいます。その時点で判決を言い渡したいと思います。よろしいですね。はい。いやー怖えー。ちょっとこれはちょっとセーブさせてくれ、セーブさせてくれ、怖い。はあ、ふう。実はうち大学の研究員ちゃうんや。ってこと多分これあれだよな、最後まで行ったらアウトなんだよな。実はうち、うん、ほんまはな、もうこれはちょっともう変に揺さぶらずにもう突きつけ、今矛盾があったから弁護を詐欺切ろうとして、あの弁護じゃない、尋問を詐欺切ろうとしてるから矛盾はあるんだな。もうすでに話題のヒョッシーのはっきりと写真を撮ればスクープになると思ってキャップを貼っとったんや。でも隠し弾はそれだけやで、パーンって音がして見たら湖にボートが浮かんでたんや。ここまでだな。1回目の破裂音は何だって話だよな。あ、待って、3発気づかなかった。3発発射されている。いやー待って、怖いな。負けるの嫌なんだよな普通に。ここまでは多分本当だろうな。でも隠してたんはそれだけやで。パーンって音がしてみたら、湖にボートが浮かってたんや。ちょっとに揺さぶりければいいか。尋問はいいって言ってたもんね。どんな音でしたか。聞いたことないけど、やっぱり銃声だったんちゃうか。意外にあっさりした音やったで。クラッカーじゃないか。ふーん。クラッカーじゃないんか。お金見るものないからずっとボトム見てるしかないよ。お金見るものがなかった。そうよ。そうだろうか。もし彼女が破裂音を聞いたらボートなんか見てるはずがないぞ。そうだよな、破裂音がしたってことは、あ、ひょっしーやんけってなるはずだもんな。なんよ、人の顔そんな見つめちゃって。どう考えてもおかしい。あれを突きつけてみるか。あれ、証人、先を。せかすなよ、おっさん。他に見るもんがない。あ、これじゃないか。うん、もうカメラとか見てるもんな普通。これじゃないか。お、止まった。よしよしよし。夏美さん、あなたは本当にボートを見ていたんですか。あ、何を言うんや、当たり前や。湖にはボートしかなかったんや。普通それを見るよ。普通はそうかもしれません。しかしあなたは普通ではなかった。な、何やって。あなたはヒョッシーの写真を撮るためにキャンプをしていた。それならば、破裂音を聞いたあなたは何はともあれ、湖の上にヒョッシーの姿を探したはずです。だからボートなんかに注意を払うはずがない。あ、来たね。静粛に続けてください、なるほど君。あなたは双眼鏡でボートを見ていたと証言した。しかし、ただボートを見るのに双眼鏡はいらない。あなたは必死にヒョッシーを探していたんです。あ、なんでそれを隠すでも。ヒョッシーを探そうとしたらボートが目に入ったみたいなのでもいいじゃん。どうですか。そういえばうち確かに双眼鏡を取っても湖を隅々まで何度もヒョッシーがいないかと思って。少年、
では証人はボートを見ていなかったと。見てなかったのか。ごめんな。嘘ついてたわけじゃないね。うち、殺人事件の目撃者だ。野じ馬根性ってやつか？殺人事件の目撃者になれるもんって、ちょっと嬉しいなと思ったな。ボート見たって思い込んでもうて。口パクパクしとる。これは、人騒がせな。でもな、この写真はバッチリ証拠になるやろ。まあまあ確かに。本人が見てないにしても。でも、そう、やっと言ったか裁判官。しかし誰が撃ったかまで見えない様子ですか。そうやろ?だからな、うちこの写真を何したんだ？証人、もう結構だ。ご苦労だった。もう貴様は口を開く必要はない。貴様？夏美さん今何を言いかけたんだろう。だからな、うちこの写真を、か。そういえば昨日、なんて言ってたっけ？しかも彼女証拠写真まで撮っていたっす。この写真じゃ誰が撃ったか見えませんがね。彼女これからその写真を拡大す。って拡大したら、密力じゃないかもし、いやでも、乗ってはいたんだよな。密力でもボートに。拡大するって言ったっす。画像は悪くなるけど、もう少しはっきりするはずや、とか。彼女はあの写真を拡大したはずだ。なぜカルマはその写真を提出させないんだ。もしかしたらその拡大写真に何かカルマに不利なことが。ここは勝負どころだ。僕の勘違いだったら密輸の有罪は決定的になる。さてどうする。いや怖い。ただもうここは普通に提出させればいいんじゃないか。どうせこのまま何もしなかったら。単純にさ、カルマケンジからしてさ、まあ、ちょっと思うとこはあるかもしんないけど、もう三剣有罪にしたいわけじゃん、ケンジとして。でもしそれに三剣が映ってるんだとしたら、提出しないわけがないもんね。ここはもうさすがにだろ。夏美さん、この写真を見てください。あなたはこの写真を拡大したそうですね。そうなんや。その写真をなぜ提出されないんですか？意義あり。そんな写真は存在しない。おっと、来たね。何言ってるんや。それは提出してはならんって怒鳴りつけたんわ。あんたやないか。来たね。どういうことですか、カルマケンジ。うむ。夏美さん、提出してください。拡大写真を。検察側は提出に反対する。異議は却下します。お、裁判官、男見せるじゃない。証人、写真を見せてください。これはそうや。見えてない。やはり誰が撃ったか見分けられませんね。被告人であるような、そうではないような。とにかく証拠として受理しましょう。0時15分に自動撮影。こんな拡大できるもん？気が済んだか、弁護士。何かあるはずなんだが。拡大写真？いや、でも提出させない理由はあったはずだ。はっ、何の証拠にもならん。だから我が輩は提出するなと言ったのだ。ふむ。となると、この証人に対する尋問は、当然終了だ。え、待って。ああ。では、これで大騒ぎ夏美さんの尋問を終了します。やれやれ、ずいぶん回り道をしたものだ。カルマケンジ、他に何かありますか？最初に言ったはずだ。決定的な証拠、決定的な証人。他に何か必要なものは？そうですね、ありません。では、ついに判決を下す時が来たようですね。こんなはずはない。来たー！あ、今の気持ちいい。三剣の右腕の指紋だろ？これは左手じゃないか？来たぜー。
この写真は何か手がかりで隠されているはずだ。クソ、どうする。他の写真、証拠品を提出するに決まってるだろう。待ってください裁判長、その証拠品を。え、証拠品については十分議論したはずだ。ふむ、そうですね。この拡大写真の他はすでに意見は聞きましたね。ちょっと待って、今更他の証拠品を見ても仕方ないでしょう。クソ、どうする。ええ、でもこれは証拠品扱いなのでは。うん、ちょっと怖いからセーブをするけど、今のなんかちょっとかっこよく決めるとこだったんだけどな。違ったか。じゃあもう拡大写真に異議を唱えるでいいのかな。裁判長、この拡大写真には決定的なおかしい点があります。なんですって。なるほど君、そのおかしいな点とは何ですか。もう後に引けないぞ。裁判長にこの写真のおかしいところを示そう。なるほど、こういうことか。これだ。あれ違う。ん？あれ？ああ、そっかそっか。フラエ。それはここです。発砲してる人物ですか？ちょっと待って。どういうこと？この人物のどこがおかしいのでしょう。ああ、よかった。ピストルを持っている手に注目していただきたい。手？その手はある証拠と決定的に矛盾しているのです。この男の左手がですか。ではお見せしましょう。写真の男の左手と矛盾する決定的な証拠、もうこれですよ。くらいやがれ。はっきりしています。写真の男はピストルを間違いなく左手で撃っています。しかしピストルには水力検事の右手の指紋がついていた。つまりこの写真でピストルを撃っている人物は三剣賢治ではありえないのです。来たね。これは第一審は一旦勝ったんじゃないか。どうやら皆さんも落ち着いたようですから審理を再開しましょう。なるほど。はい、あなたは見事に証明しました。三剣賢治がピストルを撃っていないこと。しかしそうなると大きな問題が生まれてしまいます。一体被害者は誰に撃たれたのか。うん、その通り。湖にはご覧の通り彼ら以外の人影はない。被告人の他に誰が被害者を撃てたというのか。夏美さん、やはり。まあ、これはさすがに被害者自身なのでは。なんか自殺したかもみたいな話してたもんな。一応セーブをしとって。なっげえな、このパート。何分撮ってる？ああ、まだ1時間か、でも。なんか内容が熱いから、すげえ長く感じるわ。いや、夏美さんは無理でしょ。被害者自身、やはりはもうここ出てきてないから。これじゃないか？答えは一つしか残っていない。被害者自身です。ざわ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 。静粛に。つまり被害者は自殺だったと。そうです。それ以外に考えようがありません。ふむ、確かにそれ以外は考えられない。残念だが弁護士、自殺はありえない。なんですって。ああそうなんだ。被害者の傷跡を調べれば撃たれた距離がわかるのだ。被害者は1メートル以上離れた場所から撃たれている。1メートル以上。くそ、自殺ではありえないのだよ。いや、なんか長弾で跳ね返ったとかそういうのありえないかな。静粛に。カルマ検事、そのデータは間違いないのですか。検察側も自殺の可能性は考えたからな。まあそうだよな、検察としても別に蜜歴が犯人したいってわけじゃなくて、証拠が出た結果蜜歴だから蜜歴を有罪にしようとしてるだけだもんね。ほう、
約1メートルの距離から撃たれている。ふむ、わかりました。では私の考えを述べましょう。状況を考えれば犯人は被告に密輸騎士しかありえないです。しかしピストルの指紋を撃った人間は密輸騎士ではないことを示している。そこで本日の審理はここで中断したいと思います。弁護側、検察側、それぞれにさらなる調査を命じます。よろしいですか？まあ、さすがにこれ以上は議論できなかったか。はい。ちょっと、了解っていいよ。では、本日はこれにて、閉廷。はぁ、あ。あ、このパート面白かったな。なんか、あれだね、カルマケンジの圧がすげえのと、千尋さんがいない、なんなら途中からマユちゃんも抜けたっていうのが怖かったね。あれさ、さっさと指摘してた場合はさ、マユちゃん退廷しなくてもよかったのかな。同日午後1時15分、地方裁判所被告人第2控室。ああ、危なかった。これはちょっともう、密輸騎も褒めるしかないんじゃない？おい、なんか言うことはないのか？まだ、無罪判決を受けたわけではないからな。やれやれ。しかし、一体どうなってるんだ？被害者が自殺じゃなかったら一体誰が？しかも、撃たれた距離は約1メートルだぞ。なんだその目つきは。私じゃないぞ。冗談だよ。もうお前じゃないってことはもうほぼほぼ証明されてるもんだからな。まあいいや。じゃあ僕はとりあえずマエちゃんのところに行くから。ああ。なるほど。ん？彼女に伝えてくれないか。何を？お礼を言うか？は？発言するときはもっと注意しろ、とな。それだけだ。素直じゃないやつ、本当にな。明日の法廷を武器にするため、大騒ぎ夏美さんの証言をまとめた書類をもらった。結局彼女を撃った人物は見ていなかったので、聞いた音だけが証言として認められたみたいだ。午前0時過ぎに2発の銃声のような音を聞いた。でもさ、でもさ、3発撃ったって書いてなかった？あの銃は。どういうことなんだろう。証拠品、夏美の、あ、そうだね、2発の銃声のような音を聞いた。続くか。いやー、このパート面白かったな。すげえ緊張したし。それはもう保存しますとも。これはもうここの上書きでいいか。いやもう3回目だけどマジで楽しかった。ああっとっとっと、ちょっと始まっちゃったけど、今日は一旦こんぐらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら。